これでやってみよう。はい。知らないよ。よっと。やっ。へっ。ジョイとお待ち。ここは手堅く。やっ。へっ。うん。いっけ。飛んでけ。それ。取る。備えて。やっ。当たれ。取る。何が起こるかな。やっ。離れてて。やっ。それ。へっ。お。ほっ。取る。近づいて見る。へっ。近づくと危ないよ。やっ。当たれ。ほっ。もう怒ったから。やっ。取る。ほっ。ほい。くっ。なんかごめん。やっ。やっ。何が起こるかな。届け。取る。いっけ。離れてて。ね。ほっ。これ。やっ。届け。怒ったから。飛んでけ。当たれ。やっ。これ。ほっ。近づくと危ないよ。届け。わ。どうも。ほっ。やっ。ほっ。うわっ。離れてて。ね。飛んでけ。ほっ。やっ。これでよし。届け。えい。取る。近づくと危ないよ。へへん。あ。やばい。あと中なんだけどな。せーの。いっ。もう怒ったから。やっ。やだ。やだ。やだ。ほっ。当たれ。届け。離れてて。ね。やっ。あ、まだ。大丈夫？うん。あ、終わっちゃう。それ。取る。どうして？いやー。終わった。いけたー。もうやんないわ。オッケーオッケー。そしたら戻るか、上に。これどうすんだろう。エンシェントマトはとりあえず中断？連絡入んのかな。なんか進めないといけないのか、もしかして。あれ倒すか。あ、いや、チャドリーのバトルレポートやるか。てかこれ発掘しちゃおう。ファストトラベル。チョコボー、久々のチョコボ来た。クラフトチップを。タラララダッタン。匂いを嗅ぐ。こっち？
どこだ。え、外。外だね。芋裏。あった。ピコン。星の恩恵クラフトできる。あ、そうかそうか。恨みのマフラー。お、向こうだ。あ、そこ。お、バードトラップ。遠くの方からバレットが。そうだね。その前にもう一個クラフトを、あ、お宝を探さないと。そこ、どこどこ、これ、向こう側か。上登れる？上登れるとかじゃない。え？どこだ？あ、ここ。アビスバングルかい。よし、メガロプレスかい。あらったらったらん。バードトラップ作るか。バードトラップの設置。忘れてないよ。あ、はい、3ついるのか、バードトラップ。3箇所あったっけ。一つ目のトラップを仕掛けた。しばらく様子見だな。うん。残りの二つも仕掛けしまおうぜ。そうだね。ミッドガルにいた時はもっとシンプル。シンラっていう大悪党をぶっ潰せればそれでよかったから。今は違うのか。シンラをぶっ潰すのはもちろん変わんねえ。ただよ、奴ら相手にがむしゃらになってたのも今思うと。目をそらしていただけなのかもなって。星を救うっていうでっけえ目的の他に俺には向き合わねえといけねえことがある。村の連中やラインと会ってそれが分かったぜ。なんか後語りみたいなの聞けるんだね。ここはファストトラベル行ける。あれか。見つけた。ん？はい、めっちゃ近いな。お、ちゃんと離れた。二つ目のトラップ仕掛けた。お前にはどう見えてるか知らねえが、こう見えて俺も変わったんだ。そうなの？でも変わったかも。まずティファの説教が効いたな。スラムで出会った頃のティファの説教。マリンのことでな。ティファが？意外だ。うん。よっぽどのことだったんだよな。何で起こったんだ？マリンには安心して眠れる場所と清潔な環境が必要だって怒ってよ。そうだね。農塾、農塾はどうかしてる。で、次はアバランチかな。暴走機関車スタイルで走りながら考えて仲間を引っ張ってきたが、結局走るだけで考えてなかった。衝突や脱線が多くてよ、いらねえトラブル抱え込んで。ああ、今はそこまでじゃない。そこまで。天が俺を変えた。ああ、俺たちの出会い、クラピオとの出会いも
きっと意味がバレット変わったな。どんどんいいおじさんになってったなってったなってくな。あともう一箇所、あこれか、近いのどれだ、これか、アイテムクラフトで OK。 こんなとこ あったな。これで最後だ。はい、最後のトラップ仕掛けた。これで罠は全部仕掛けたな。そろそろ他のトラップにかかってるかもしれない。なるほど、戻るか。他のトラップを確認しに行こう。一つ目、まあ順番関係ないかもだけど、とりあえず1個目どこだ、これこっちか。設置済みのバードトラップ。クラピオ来てるかな。すごい匂いを発してるなあそこ多分すごい匂いを発している。他のトラップを確認してみる。え、外れ？ここね。よし。毎回向きが分かんなくなっちゃう。なんか寄ってきてる。一つ目のってここが一つ目のっていうことだった。たまたまか。まあ、いっか。あ、やばい、回復すんの忘れてた。クラピオ、クラピオをさ回復してあげよう。頼りにしてる。準備はできた。危ない、クラピオを殺してしまうとこだった。捕らえる。いった、貯めろ。 ATB ゲージを貯めるんだ。アオーラ出力低下してる。よし、スターダストで。こいつもうやれるんじゃないか。 OK。 よろしくね。私が任せるぞ。よし、あれトラップ壊されてる。せっかく作った罠を壊しやがって。あ、次がある。他のトラップ確認しに行こう。え、じゃあ3個目のとこ行ってみるか。いる？ははサボテンダーがいっぱいいる。そう。よし、バーストした。いた、しまった、いた、仕上げだ。あともうちょいで。あ、なんかやってんぞこいつ。こいつじゃねえわ。あともうちょい。バースした、倒した。まだトラップはある。これ3個目もちょっと怪しいんじゃないの。ちょっと待ってね。はい、か
連続しようかな。あ、範囲化するとめっちゃ回復量が少なくなるんだ。そういうことか。なるほどね。そしたら3つ目の、あ、3つ目のとか書いてあったのか。どこが近かったかな。いや、いっか、ここで。たんたんたん。しっかりアイテム取って。あ、いるじゃん、クラピオ。ね、クラピオっぽい。見ろ。あー、襲わ、なんかかわいそう。でっかいボム、何あれ、ギガントボム。これまず待って待って待って、避けて見破る。まず見破って、加熱発動時と氷属性一定ダメージを与えるとヒート状態。なるほど。落ち着いていけ。頼りにしてる。出番だ。火の雨。火の雨。離れた方がいいやつ。ブリザードって確かさ。こっちで。またな。行くぞ。火が頼む。あ、加熱してる。マーディック。ギガントボームどんぐらい。勢いに乗る。お、いざ。ヒートした。外しはしない。無茶はするなよ。そっちは任せ。頑張る。行くよ。こぎ出せない。お願い。これで。行くよ。頑張る。バーストしないかな。よし、バーストした。ここで決めよう。力を合わせ。私が仕留める。注目。これで好機を逃すな。寒いだろう。寒いだろう。続けていくぞ。きついのよろしく。獲物はもらった。沈め。捕らえ、刻む。報いを受けろ。ドレインバイト。行くぞ。ドレインバイト。マジックして足りない。変化をつけよう。芯まで覚えろ。なんかないかな。フェニックス、リヴァイアさん、チェーンアビリティ、チェーンアビリティ誰もできない。あー、アビリティで判断エアロだもんね。バーストスラッシュしてるか。やばい、ファイヤーボール痛い。よし、やっちゃおう。よろしくね。俺が出る。クラウド、アビリティ、バーストスラッシュで、よし、バーストした。すごい熱いんだけど。証拠が勝負どこ。よし、倒せ。よし、ゴリ押し。お、クラピオ。やっぱバレットな。たく、心配かけやがって。もうマリンみたいに可愛くなっちゃってんじゃん。ピヨ、なんだ、一人で帰れんのか。
あ、ちゃんと帰れるんだ。もう迷子になるんじゃない。トラピアは北コレルに向かい飛び去った。子供たちに報告。子供たち、これこっちか。ファストトラベル報告しよう。いた。おお、ここに帰ってきてる。ピピ。あ、おじさん、クラピオが帰ってきたよ。ねえ、よかったね。え、だろう。ちゃんと帰るようにしっかり言い聞かせといたからな。あ、ちょっとクラウドも気に入ってる。ありがとう。どういたしまして。よかったね。マテリアバウンスゲットした。早くでかくなってモンスターを倒せるようになれよ。いつかマリンと一緒にここに来てよ。全部話してやるんだ。それはいいことなのか。食材だからな。ダインのことか。あんたはよくてもマリンにとっていいことなのか、俺にはわからない。でも嘘つき続けられるよりは本当のこと知りたいだろうね。どうした、マリン。おじさんから離れろって父さんが言ってるって。あ、そうか、それは仕方ねえな。俺たちは行くから、クラピオと遊んでやれ。僕おじさん好きだよ。お前はいい子だな。ありがとうな。お、バレットの好感度がランクアップした。へえ、みんなレベル上がった。早くでかくなってモンスターを倒す。ちゃんと食べ。こいつどれぐらい大きくなるのかな。いや、楽しみだね。そこそこ大きくなる。そこそこ大きくなる。ちゃんと食べ。こいつジージが言うにはそこそこ大きくなる。次回作ですっげーでかくなってんのかな。なんでこんなにツンツンしてんだろう。なんでこんなにツンツンしてんだろう。よし、これで。あれはオッケー。あと、あれか。トンベリキングね。私が残してる。トンベリキング。トンベリキングやった後、バトルシュミレーターと、ミニゲーム類だな。エンシェントマターは？どうやったら進むんだろう。なんかあんのかな。一回セーブしよう。